はい。グループ E からコンアーティストの J メンタさんです。どうぞ。どうも、J メンタです。よろしくお願いします。はい。メンタさんはですね、初戦はカードを使ったマインドコントロールというか予言マジックみたいなのを見せてくれたんですけど、ちょっとその時の模様を振り返ってみましょう。どうぞ。注目をある一点に集める、たったそれだけでそのものの価値を変えることすらできてしまいます。いきます。皆さんはゴリラに気づきましたか？カードは決まっていたんです。そう、それはバレバレだわ。ゴリラさん、バレバレ。マスク外しちゃう。はい。いや、カードマジック、ダイヤの数が増えていくっていう、ちょっとびっくりしたんですけど、最後のゴリラが実はメンテさんだったっていう、そこもなんかすげえ。それで今回なんですけど、まあ実は準決勝用の動画を見させてもらって、他にもう一人、そのお客さんみたいな人もいて、ちょっとこれ、桜じゃないのかなと思って、怪しいなと思ったんですね。なので、ちょっと今回はちょっとメンテさんにお願いして、プロデューサー権限で、ちょっとこの場で、僕を相手にちょっとやってもらおうかなと思ってます。メンタさん、いいでしょうか？はい、もちろんです。よろしくお願いします。はい。僕はね、準決勝用のネタをまあ実際見てどんな内容かっていうの分かってるんですけど、ちょっと簡単に内容の方説明してもらっていいですか？まず、普段はお客さんから本とか新聞雑誌持ってきてもらって、その中から好きなページ好きな単語を選んでもらって、それを僕がお客さんの表情とかジェスチャーを見ながら当てるっていうパフォーマンスをよくするんですけれども、今日はウィキペディアを使ってその単語当てにチャレンジしたいと。ちなみに時間が3分しかないので、エビケンさんもなるだけ早く直感で思い浮かんだ、言葉をボンボン言ってってください。あまり考えすぎないようにお願いします。はい。このインタビュー中は基本的にカットして編集をしてるんですけど、ただパフォーマンスが始まってからはノーカットでお届けしますので、はい。ということで、パフォーマンスを見せていただきましょう。どうぞ。さあ、早速いきます。ここに時計があります。今、ちょっとダイヤルをずらしますから、エビケンさんの頭の中で好きな時間を思い浮かべてください。自分のなんかこう、人生、生活に関わる時間だと何度です。はい、はい。OK です、OK です。決まりました。その時間を初めて僕も触らないです。皆さんに教えてあげてください。何時何分でしたか？5時25分。5時25分。5時25分。僕が設定した時刻も5時25分です。はい。ちなみに何の時間にしましたか？朝起きる時間とか。いやいや、僕の誕生日です。あ、誕生日を時刻にしたんですね。そうです。なるほど、なるほど。面白いですね。大体それで人となりがよくわかりました。そしたら、じゃあ早速 Wikipedia 行きましょうか。Wikipedia ページ開いてもらって、エビケンさんの何でも構いません。はい、好きな単語、イングリッシュで、Wikipedia で検索してください。スポーツ、好きな芸能人、地名、国名、何でも構いません。でも僕には見せないで、画面の前の皆さんにも見せないようにしてください。決まったら検索して実際にページが出てきたら教えてください。出てきました。Wikipediaにない。出てきました。じゃあその、調べた単語を僕にテレパシーで送ってください。真面目に送ってますか？いや、送ります。難しい。みんなが結構知ってる単語ですよね。ちょっと待ってください。ちょっと やり方変えてもいいですか？その、今出てきた記事の中から単語一つ選んでください。でも短すぎずに、6文字とか7文字くらい長い単語でいいんで、英単語一つ。記事の中から選んでください。はい。決まりました。OK です。ちなみにその、頭文字、一文字目何ですか？ A です。A？多分皆さんにここで初めてその選んだ単語を何か教えてあげてください。何でしたか？アドバンテージです。僕が書いたのもアドバンテージ。おお。でだけじゃないです。このずっと後ろに置いてあった封筒ありますよね。ここにも1枚予言のカードが入ってるんです。
これが一番重要で、僕がこのズーム始める前に予言を書いておきました。ちなみに Wikipedia で検索した単語は何でしたか？オンリー。そう、これがオンリー。そして誕生日5時25分です。はい、悔しい。フェイントしたつもりだったんですけど、すごい、さすがです。ありがとうございます。はい、ということでこれ皆さんガチでやりました。アドバンテージ取られた。よかった、ありがとうございました。はい、でですね、もし決勝に進んだ場合なんですけど、どんなネタを考えてくれてるんでしょう？はい、決勝にはですね、まるでハリウッド映画を見てるかのようなファンタジーかつドキドキする伏線回収、怒涛のクライマックスを準備してます。ぜひ皆さん投票よろしくお願いします。そして決勝でお会いしましょう。はい、楽しみですね。はい、今回はこういう特別な形でお届けしましたけど、お楽しみいただけたでしょうか？というか僕が楽しんでました。乾杯です。まあでもあれですね、メンタリストの方と話すときは注意しないとですね。あ、友達にならなければいいのか。はい、コンアーティストの J メンタさんでした。